一本勝負6人タッグマッチを行います。青コーナーより下田美誠、三田由紀子、山田敏夫選手の入場です。本日の日本勝負6人タッグマッチがこれから行われます。青コーナーからは62年組のトリオが登場してまいります。下田美誠、三田由紀子、そして山田敏夫です。下田美誠投げ込まれております。復活なった山田敏夫に対するファンからの大きな気持ちでしょう。さあそしてこの青コーナーに対します赤コーナーは61年組のコンビ高橋美香、神谷美織、それに63年組の井上貴子が加わりました3人です。赤コーナー103の井上貴子、さあ30分一本勝負6人タッグマッチ、山田敏夫、三田悦子、下田美誠対高橋美香、神谷美織、井上貴子。阿部さんね、山田敏夫が暮れにこのリングに帰ってまいりまして、こうやって試合を何度か見てますけれども、やっとなんか安心して見られるって感じになってきましたが、どうですか。いや、まあ、まだちょっと心配残りますけどね。やっぱりそうですか。本人はねもう全然大丈夫なんですよなんてこと言ってますが、まあ国ですからね、まあ、レスラーで大事なところですからね、バスが場所ですからね。さあその山田が一番最初に出てまいりました。山田に対する神谷の攻め。さあ神谷がもう一回ロープに突っ壊して膝をつけます。さあそして顔面へ、そして決まったあたりをビッグ攻撃であります神谷美織。さあこれはうまく追いかたんで、しかしまた神谷がお返し、目まぐるしく攻防入れ替わります。さあラッキーパート、山田敏夫は頸椎椎間板ヘルニアということで首を痛めておりました。この山田敏夫に対してファンの皆さんからたくさんのフックコールがありました。阿部さんなんか5万人を超える署名が、ね、集まったそうですね。各会場でやってましたからね、もうファンの皆さんがね、署名お願いします、署名お願いしますって、ね、僕もあの書きましたけど、そのファンの気持ちが5万人の署名という形になって現れました。山田がリングに戻ってきています。さあそして今日は山田は三田下田の62年組3人でトリオを組んでの試合であります。さあリング内には三田悦子とそして井上貴子であります。ボディースラム、まずは2つ。ジャガさん、この三田悦子から下田美誠に移っていくんですけれども、はい、あの今年はね、なんとか攻撃面をね、どんどん前面に出したいんだということを本人は言ってましたけれども。下田ですか。そうですよね、いい結構根性を持ってるんですけどね、あとやっぱ自分に自信が持てるようになるにはどうしたらいいかということをまず考えて、自信持てれば大きくなっていく選手だとは思うんですけどね。あ、なるほどね、自信のなさがこう見えるんですよね、はいはい、リングに上がってる時に。だからそういうものがなくなるように自分でしていかなきゃいけないですよね。なるほどね、自信のなさはどこにあるか。まあ格闘技戦なんかもやったりとかしてね、本人いろいろこう自分を変えていこうというような感じを見たんですけどね、昨年もね、まあ今年はさらに変身をしたいという変身宣言をさらに今年は推し進めたいんだということを下田美誠選手は言っておりました。とにかく今日の試合を見てくださいというふうに本人は言ってましたんで、じっくりこの下田美誠選手の試合を見てみたいと思いますが、まあ、この人の場合は、下手やるときは割とね、ガンガンね出すんですけど、問題はその上のね選手たちどんどん向かっていってほしいって感じは私なんかするんですよね。そうですね、相手が誰でも同じように戦える選手が最高じゃないでしょうか ね。さあ下に攻撃に出ています。さあ完全に燃えたのが止まっている。さあプラス攻撃からカウントが入る、カウントは2つ。
まあ、今度は3人攻撃。あすかね、この62年組の山田、三田、下田、はい、まあ、最初の頃はまだまだ物足りなさが残るというふうにね、あすかも言ってましたけども、この3人に期待する言葉っていうのをあすかからもらいたいですね。まあ、そうですね、まあ、自分たちが何をすべきかっていうのがようやく見えてきたようで、まあ、期待できるんじゃないですかね。ただ、今見たく、例えば下田と三田のダブル攻撃なんかもうカウント以上を超えてるわけですよ。はいはいはい、もっとルールをね、もっと頭の中に取り込んで、例えばそういう長い攻撃をするんだったら、味方の山田がレフリーをね、もうちょっとこう、なんとかするとかっていう部分で、ね。そういう試合の進め方ね。まだそこら辺勉強してほしいです。おっと、すごいキック。今の山田のキックはすごい。あっと、これも顔面。強烈なキック、これも。セロキック、これはすごいキック。いや、阿部さん、強烈なキックを見守ってますね、随分。クリーンときましたからね。いや、これはちょっと神はたまんないですね、これは。さあ、今度は、低い体勢。まあ、昔、しぐさがよく見せていました、ね、低い体勢からのブレンバスター。シグサイズムと言いますかね、阿部さんね、そうですね、この人は完全に踏襲していると言いますか、あとはこのシグサのカラーというかカラーをですね、どうやって打ち破っていくかでしょうね、そうですね、まあ、呼吸はね、簡単にできるんですけどね、はい、それ以上のものっていうとなかなか無理ですからね、モノマネで終わっちゃね、何もなりませんからね、まあ、一度はリングにはもう上がれないんではないかと言われていた山田敏夫、5万人の署名を集めてこっちに戻ってきたんですが、また一味も二味も違う山田を見せてもらいたいと思います。さあ、この山田のキックを受けた神谷美織、今度は下田美誠に足を攻められています。さあ、ロープに振って、さあ、またキック攻撃。さあ、赤コーナー最後に連れ戻していきました61年組。かかとコールが起こってますか、ね、かなりの人気がありますこの井上貴子、まあ、あまりテレビの試合に出ることは少ないんですが、まあ、安倍さん、いろんな雑誌のグラビアとかですね、いろんな面でね、この人はね、女子プロレスの井上貴子というのをね、アピールしてますけどね、ねえ、まだね、ちょっと人気先行型でね、はい、ねえ、やっぱり井上京子、井上貴子ですから、2人ですからね、はいはい、まあ、井上京子はね、その同期生の中ではね、かなり目立ってますんでね、負けてられませんよね、はい、はい、さあ、高橋美香が出てきて、ちょっと何かリング内が華やかになった感じになります、空中殺法、高橋ならではという感じ、あっと、ああ、珍しいですね、これ、高橋にしては。ロープを使った技が非常にうまい高橋なんですけど、今ちょっと両手の手から水が漏れた、そんな感じであります。さあ、おっと、なかなかいいブリッジを見せているブレンバスター、なかなかいいブリッジを見せています。さあ、そのまま抑え込みに入ります。カウントは2つ。さあ、高橋がこの山田敏夫を攻めている。さあ、こういうシーンを見ますとね、阿部さん、ちょっとドキッとするんですよね。そうですね、まだ攻めてるときはね、安心して見れるんですけどね、はい、もう特に首を攻めるとやっぱりドキッとしますね、いらっしゃいますね、宇野久子がね、昔やっぱりね、同じような怪我をしまして、宇野久子も今は元気に戦っているんですが、宇野久子が戻ったときもちょっとね、ビクビクしながら我々見てましたけれども、さあ、ロープに振りました、阿部さん。まあ、この三田エスコ、今年は印象に残る試合を何試合も何試合もやっていきたいというふうに語っていました。神宮上で存在感のある選手になりたい、そんなことを言っておりましたが、さあ、今年はどんなレッスンを見せてくれるのか三田エスコ。しかし、神谷美織のダブルアームスープレックス、カウント2つ、ブリッジで逃れます。さあ、高橋と、そして神谷、61年組の2人攻撃、まあ、肘を落とします、そしてもう一発、
今度は神谷、片指の体勢に入ります。アウト、とカウント 2.5、 この程度でカウント3を狙ってはいけません。さあ井上貴子が出てまいりました。足を取る貴子コール。さあエアプレースピン、エアプレースピン、そしてこのまま三沢を落とします。このまま落としていきます。さあそして下田美馬ロープに振る、首を取った。そしてもう1回、さあそのままフォーに入ります。カウントは2つ。平さん、この井上貴子、まあ、今安倍さんから人気転向型でねという話が出ましたけれども、練習ではどうですか、この選手は。そうですね、入ってきた時はなんかフラフラしてんななんていうタイプだったんですけどね、なんか練習、いや本当にやりたいと思ってやってるのかななんて思うところはあったんですけどね、年々すごく真面目になってきましてね、今すごく厳しくなってきましたよ、自分に。あ、そうですか。やっぱりそこら辺、あの同期の頑張りっていうのがあるみたいですね。あ、やっぱりね、井上京子はもうものすごく頑張ってますし、最近吉田の方もかなりいい動きをしているというふうに評価が上がってきてますんで、あとは自分だけだというふうにかなり気にしてますね。あ、そうですか、はい、なるほどね。まあ、本人も全日本タッグであるとか、あるいは全日本シングル、タイトルマッチは経験しているんですが、全部何か中途半端なままで去年は終わってしまったということを言ってます。今年はなんとか女子プロレス大賞授賞式に出られるように、あの壇上に登れるように頑張りますというふうに試合前語ってましたけれども、何かあのステレオが欲しいななんてことを安倍さん言ってましたけどもね。そうですね、ステレオをもらえるまでにはまだもうちょっとかかりますね、これ。井上貴子もね、膝がね、やっぱり完全に直さないとね。さあ高橋美香と三田悦子の対戦に変わりました。さあロープを使って高橋美香、得意の格好であります。さあそして連打した。カウントは2つ。さあ山田が出てきます。山田が出るとね、この高学園ホール、一気に歓声が盛り上がるというか湧き上がるような感じであります。さあそして神谷、この試合は30分の一本勝負、6人タッグマッチ。61年組の高橋神谷、この62年組というのに負けるわけにはいけません。さあカウント入ります。アスカはこの61年組ね、はい、高橋神谷、はい、この辺がもう一つ殻を破るためにはどうすればいいというふうに考えてます。あ、そうですね、やっぱりね、こうやっぱこうやって後輩と試合するのが多いんですよ ね、そうですね、やっぱりやっぱ後輩に負けるもんかっていう気持ちを全面出した方がいいんじゃないですかね。まあ、神谷にしてもあれだけ顔面蹴られてるんですから、そうです、ね、やっぱり引っ張り出してね、蹴り返すぐらいの気持ちが欲しいですね。そういうのがあるとまたね、このコラケホールを盛り上がるわけですよね。さあ62年組これは相打ちになった。さあ神谷うまく畳んだ、カウントが入るぞ、カウント、カウント 2.5、 ロブ矢沢のカウントは 2.5。さあ井上貴子とそして神谷美織の2人攻撃。さあそして赤コーナーには高橋が上がっている。そしてニュートラルコーナーから勝ちに行って、さあベースバッターに入っていく。そして今度は神谷だ。さあ神谷が飛んだ、膝を打ちつけます。さあこれは入るか、カウント2つ。山田頑張れという声援がこの放送席の後ろからも飛んでおりますが、さあやり返した山田、うんと、さあ今度は逆に山田、おーっと逆に山田、山田が一瞬の隙を突いた。いやー、今のは高橋が最後隙を取り入れたところだったんですが、相手が逆転。いや、阿部さん、今のは山田が上手かったですね。そうですね、力で最後は力で抑えた感じですけどね、その前が上手かったですね。はい、ジャガーさん一言ありますか。そうですね、でもなかなか面白いものを見せるようになったんじゃないでしょうかね、総合的にね。それはどちらの方ですか、62年組。いや、どっちもです。あ、どちらも上手くなってるなと思いますよ。あ、そうですか、はい、なかなか最後も目まぐるしい展開の中でカウント3つを取っていきました。山田敏夫、山田美と島野の62年組が勝利を収めております。